おはようございます。鳥つくねです。今から2ヶ月ぶりのサッカー観戦で動画投稿になるんですけど、ルヴァンカップの清水エスパルズ対湘南ベルマール戦を見に行くんですけど、ちょっと今準備してて、一回大学行って1限だけ受けて帰ってきて、3、4限サボってっていうか、自主休校して、今から行くんですかな。電車がこの後8分後に来るんですよ。でもまだ準備ができてなくて、そろそろパッと準備して向かいたいと思います。静岡に降りて、今これから清水行きの電車に乗って、今度そこからバスに乗って日本平アイユスタジアムまで向かいます。朝また仕事やってる。ああ寝て昼ぐらい寝て、やばっ。でも清水もさ、言うて結構ぶっ飛んでると思うよ。俺は見てないけど、やっぱあの人強いから。岩田もなんやかんやそれなりには取ってるしね。確かに清水のサードユニ大好きなんだよ。あ、これユニフォーム売ってるの、グッズがいっぱい、他のグッズ持ってるの。すごい、あー、うまい商売してるね。うまい商売してらっしゃいますね。一回1000円でいいですね。いいな。いいな、いいな、うちもやんねえかだから。ヤンニョムソースからたこ焼き、唐揚げって言ったいただきます。ヤンニョムチーズですね。タコがチーズになってるし。あ、そうなんだ。タコ入ってると思ってた。どうも。タコ入ってるよ。入ってるよ、うん、チーズ焼きにヤンニョム使ってます。ちゃんとした食レポをすると、生地が甘いから、あとはチーズが、それに辛さのあるヤンニョムソースがすごい合う。あ、タコとチーズの相性もいいよ。一口で飽きさせない味をしてる。そうね、なんかさ、その辛さとがあってさ、また次行きたくなるような感じ。あとネギも辛すぎないのがちょうどいい。で、これはオリジナルソースいただいています。白さん感じしてもろっ。うん、なに、毒もられた。熱すぎて口開かない。入ってんじゃねえか。おいしい。これ動画向けにもう一回来てもらっていい？こっちが小さいのが普通ので、でかいのが吉田裕選手が監修したものになりやすい。いや、大きいのは何か入ってる。別になんかニンニク爆弾。ニンニクが入ってる。あ、丸々？丸々。丸々？丸々？丸々ではない。ごめん、一人一人。量多めに入ってる。まあいいかな。じゃあ一個だけいただくわ、その吉田さん。すごいね、想像以上にニンニクの味するね。これ本人みたいにパンチの効いた餃子にっていう風なコンセプトで作ったらしいから、めちゃめちゃパンチある。パンチ効きすぎてない。食べ比べしても全然違うと思う。普通の方もいただきます。あ、ほんと普通の餃子の方が肉の味はするよ、うん、ニンニクが強めとお肉強め。うまい。バイ。静岡爆笑の話をしたい。あれ、これね、本当に美味しい。マジで美味しい。何がいいってね、苦すぎない。クラシックに近寄りなんだけど、クラシックとはまだちょっと違って、こっちの方が麦の味が強いんだよ。クラシックはね、もし透き通った味がするんだけど、麦の強いパンチを残しながら、結構程よくクリーミーに仕上がってる。飲みやすくてね、深みがあって美味しい。こういう、あれを前の動画で出すとかやったの。
で、もう食レポってむずいよ。何て言えばいいだろう。俺なんて美味しいしか言えないもん。ほんのり甘みがあるから。ありますのでご了承ください。やばい、ピッチが想像以上に近い。センスタってこんな違うんだ。走れ今が OK。 うわあ、惜しい。うわー、ファール、ファール、ファール。 OK、 いけいけいけ。 OK、 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 いけ、打て、いざろ。うわー、取れる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 。オッケー。うわー、いけ、詰めろ詰めろ。イエーイ、ファーストゴール。いける、わー、いけ、お疲れ。うわー、ナイス。前半が終わって今ハーフタイムなんですけど、リサロ選手のプレーがもう好きすぎて頭がかかってきちゃいました。笑えん、始まってやったし、今試合急いで戻ります。うまい。うわー、やば、見違えとるやん。そうな、めっちゃ面白いゲームやった。来るかやるな。
すっげえいいゲーム見せてもらった。やばいな、清水また来るかもな、ちょっと。これはおもろいわ。